プログレス M-11M はロシア連邦宇宙局が2011年6月21日に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船 NASA ではプログレス43、43P などとも称されるプログレス M の11機目である製造は RKK エネルギアが行いロシア連邦宇宙局が運用した プログレス M-11M は、食料や水、化学機材、燃料、NASA やロスコスモス、JAXA の貨物2.5トンの貨物を ISS に輸送した。2011年6月21日の打ち上げプログレス M-11M を搭載した、ソユーズ U は2011年6月19日に展開され、その後バイコヌール宇宙基地1 5発射台で立ち上げられた。 L-2 操作と打ち上げ施設の検証や、打ち上げや飛行シークエンス初期段階の模擬実験などを、含む統合試験は同日中に成功裏に完了した。プログレス M-11M は2011年6月21日14時38分に、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、打ち上げ後、宇宙機は高度 240.09km から 193.96km の、 予定軌道に到達した。正常投入軌道の周回は88.54分であった。その後2日間の操作噴射によって M-11M は ISS との会合に向けて誘導された。2日間の飛行の後、2011年6月23日16時37分に ISS のズベズダの後部ポートにドッキングした。ドッキングは カザフスタン東部の上空 394km ほどの位置で行われ、プログレスがステーションに自動操縦で近接してからは、モスクワのミッションコントロールセンターと ISS の第28次長期滞在のクルーが完成した。2011年7月1日、プログレス M-11M は4機の姿勢制御スラスターを点火し、ステーションを再上昇させた。燃焼後、 ISS の軌道は 3.5km から 388.3km に上昇した。最上昇の目的はより高い高度を得て、スペースシャトルアトランティスの STS-135 のためにより良いランデブー条件を整えることであった。ISS を立つプログレス M-11M、2011年8月23日プログレス M-11。 M は2011年8月23日に ISS から分離し、離脱。その後1週間ほど、レーダープログレス実験が行われた。この実験は、プログレス M-03M、M-06M、M-09M に続いて4例目となった。9月1日に軌道を離脱し太平洋上で、燃え尽きた。 プログレス M-11M には 1276kg の機材、食料、衣類、生命維持系用品、930kg の燃料、420kg の水、50kg の空気などが含まれていた。合計重量は 2673kg であった。ありがとうございます。